はい、今回のトレードは32万円の利益でした。ここで質問です。この利益を出すまでにどのくらいの時間がかかったと思いますか？正解はたったの15分です。環境に特化した5分足手法となるので、勝てないと嘆いている日々から今すぐに脱却しましょう。また今回この手法で使用するインジケーターのカナコ推奨最強設定数値なのですが、適当な数値入力してしまうと再現ができなくなってしまうので、必ずお受け取りお願いします。そんな設定数値に関しては私の公式 LINE 限定で教えちゃいます。知りたいっていう方はぜひこの動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加して、山梨と漢字2文字でキーワード送ってきてください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。先日思い立ってルーレットで行き先を決めて旅行に行ってきました。選ばれたのは山梨でした。初山梨だったんですけど、ヤギさん可愛かった。そしてほうとう美味しかったです。皆さんも山梨は行ったことありますか？ LINE で教えていただけると幸いです。はい、では本題に入っていきましょう。先日 LINE 購読者の国枝さんという方からこのようなご連絡をいただきました。かなこさん、こんにちは。ここ最近停滞期です。全然勝てません。5分足手法でおすすめないでしょうか？自分は勝率重視です。動画にしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。とのことで、まずは国枝さん、 LINE でのご連絡と掲載許可ありがとうございます。これまでいろいろな手法を見つけてきた方、過去に著しい勝率を出せていた手法だとしても、今同じ勝率が出るとは限りません。当時勝てていた手法と今の相場は状況が変わっているからです。それによって過去勝てていたのに今は全然勝てない、このようなことが起きてしまうんです。今回紹介する手法は今の5分相場、上位の時間も考慮に入れた根拠をふんだんに取り入れているので、今の状況、今の環境への成績がすごいんです。しかも初心者の方でも簡単に使えるぐらいシンプルな手法となるので、一時期安定してたはずなのに最近利益が出せなくて困っている、マイナス続きで困っている、そんな方は必ず最後まで動画ご視聴いただき、絶対に取り入れてみてください。はい、では説明していきます。すでに画面に表示されておりますが、使用するインジケーターは2つです。まず1つ目、水色の線の RSI、 そして2つ目、黄色の線ストキャスティクスです。ストキャスに関してはシグナル線を消してメイン線のみを使用した形となっております。今回はこの2つのインジケーターを使用した手法となります。はい、では早速 RSI とストキャスティクスの挿入手順について解説していきます。まず RSI からですね、画面左上の星型のナビゲーターをクリック。そうするとずらーっと出てくるので、この中から RSI 選んでいきます。こちらをクリックしたままドラッグしてチャートの上で話してください。そしてこの設定数値非常に大切になります。動画後半でお伝えします。こちらで無事 RSI の挿入完了しました。よくドラッグ&ドロップって何ですかとご質問いただくことがあるのですが、こちらがドラッグ&ドロップになります。そして次にストキャスティクスですが、手順は同じです。星型のナビゲーターからこちらのストキャスを選んでいきます。こちらをクリックしたままドラッグしてチャートの上、こちらサブウィンドウの上で話してください。同様、そしてこの設定数値非常に大切になります。動画後半でお伝えします。シグナル線は必要ないので消してください。はい、こちらで無事 RSI の挿入完了しました。1つ目のサブウィンドウに2つインジケーターを挿入することができました。これで2つのインジケーターの挿入完了となります。また今回使用する2つのインジケーターのベストな設定数値は私の LINE 登録者の方限定で共有をしているので、概要欄から私の LINE を登録して山梨と漢字2文字でキーワード送ってきてください。ここで適当な数値入力してしまうと、この手法正しく使用できなくなってしまうのでご注意ください。はい、ではここからはそれぞれのエントリーポイントを解説していきます。今回の手法のエントリー条件はたったの1つです。まずはハイエントリーから説明していきます。その1、縦線を引いた継ぎ足がハイエントリーポイントです。今回は B 線と仮定するのですが、この数値も重要になるので一緒にお受け取りお願いします。はい、話戻しまして、 B 線より下で2本の線が推移をしていて、その後黄色の線ストキャスを水色の線 RSI が下から上にゴールデンクロスした形で確定をする、こちらが1つ目の条件となります。こちらが揃ったらその継ぎ足でエントリーしていくってことですね。こちらのチャートですとここの箇所です。まず赤い縦線のエントリーポイントの前から下の線よりさらに下で2本推移できております。そして前の足のタイミングでストキャス黄色い線
を水色の線 RSI が下から上に突き抜けているので、条件が揃った継ぎ足ハイエントリーで無事勝つことができております。では続いてローエントリーの説明を行っていきます。ローエントリーは全く逆になります。その1、サブウィンドウの上の線 A 線よりも上で2本の線が推移、そしてその後黄色い線ストキャスを水色の線 RSI が上から下にデッドクロスの形で突き抜けたまま確定をすること、これが2つ目の条件です。この2つの条件が揃ったらその継ぎ足でローエントリーをしていくということになります。こちらのチャートですと、ここの解説ですね、まず赤い縦線のエントリーポイントの前からこちらの上の線よりさらに上で2本推移できております。そして前の足のタイミングで水色の線 RSI をストキャス黄色い線が突き抜けているので、条件が揃った継ぎ足ローエントリーで無事勝つことができております。このたった一つの条件で勝率 83% と非常に高いです。エントリーポイントはあまり多くはないんですが、その分遭遇したらかなり勝率も高く手堅いです。いかがでしょうか。非常にシンプルだと思いませんか。トレード中に見つけることができれば非常に強いポイントです。この手法を活用することで今の環境にかなり強くエントリーしていくこと可能となります。最近勝てなくなったなという方は特に試していただきたい手法です。ぜひこの手法を活用してトレードを行ってみてはいかがでしょうか。また今回使用する RSI とストキャスティックスのベストな設定数値は私の LINE 登録者の方限定で共有しております。この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を必ず追加して、キーワード山梨と漢字2文字で LINE に送ってきてください。また今後もあなたが資産構築進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたら嬉しいです。最近コメントもいただくこと多くてとっても嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。また投資やバイナリーに関してわからないことがあれば絶対にそのままにせず、お気軽に私の LINE にメッセージ送ってきてください。バイナリー以外でのメッセージもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。